ジョン・アダムズ、10月30日から1826年7月4日とは、アメリカ合衆国の政治家、副大統領、大統領、アメリカ海軍創設者である。アメリカ合衆国建国の父の中でも最も影響力があったものの一人とされている。アダムズは、アメリカ革命の初期に著名になった。大陸会議には、 マサチューセッツ湾植民地の代表として出席し、1776年に大陸会議がアメリカ独立宣言を採択するときに指導的な役割を果たした。大陸会議からヨーロッパに派遣され、イギリスとのパリ条約締結では交渉の主役となり、またアムステルダムから重要な借家を得る中心人物だった。アダムズは独立に貢献したことで、 ジョージ・ワシントンのもとで二期副大統領を務め、また、第二代大,大統領にも選出されることになった。この大統領としての任期の間、自身の連邦党内部での抗争と、新しく、党格を表したジェファーソン流共和主義者との、党派構想に悩まされることになった。また論争の多かった、外国人、治安処方に署名した。 大統領任期中の最大の功績は1798年にフランスとの議事戦争危機を平和的に解決したことである。1800年大統領選挙でトーマス・ジェファーソンに再選を阻まれた後はマサチューセッツ州に引退した。妻のアビゲイル・アダムズと共にアダムズ政治一家と呼ばれる政治家、外交官及び歴史家の家系を作り育てた。彼の息子ジョン・クイン・シー・アダムズは 第六代アメリカ合衆国大統領になった。アダムズの功績は当時他の建国の父ほどは評価されなかったが、現代ではより大きな評価を受けるようになってきた。2001年10月にロナルド・レーガンに抜かれるまでアメリカ歴代大統領の中で最長寿記録を誇っていた。身長は5フィート7インチだった。妻のアビゲイル・アダムズは、 夫の大統領任期中にファーストレディの役目を果たした。女性の権利の向上を訴え、奴隷制度には反対するなど当時としては極めて進歩的な考えの持ち主であったことで知られている。アダムズは現在のマサチューセッツ州クインシーで1735年10月30日に生まれた。3人兄弟の長男だった。アダムズの父親ジョンは、 1638年頃にイングランドのブレーエントリーからマサチューセッツに移住してきたヘンリー・アダムズの5世代目の子孫だった。アダムズはウェールズのアップ・アダムズと呼ばれる男系家族の子孫となる。父は農夫であり、回収派教会員すなわちピューリタンの司祭、民兵隊では注意、町では学校や道路を監督した町会議員だった。 母親のスザンラ・ボイルストーン・アダムズはブルックリンのボイルストン家の出だった。アダムズは、質実な家庭に生まれたが、家族の承継資産で生活していく責任を通説に感じていた。先祖は1630年代にアメリカのアーラノにやってきて現在あるアメリカの植民地を作り上げたピューリタンの開拓世代だった。第10世代のピューリタンは、聖書の中で生活していると信じた。 スチアート町のイングランドはエジプトであり、彼らはイスラエルに逃れてきたものであり、神を敬うために避難所である丘の上の都市を作るために来たと考えた。アダムズが生まれた1735年までにピューリタンの予定説としての心情はもはや広く受け入れられなくなっており、その厳格な慣習の多くは時の経過とともに画界してきていたが、アダムズは ピューリタンを自由の教授者、依然として神聖な緊急性を持っている側のものと考えた。それがアダムズの信じる価値体系であり、それで生活していきたいと願う英雄的モデルだった。アダムズは1751年にハーバード大学に入学した。アダムズの父は牧師になってくれることを期待していたが、アダムズはそれを疑問に感じた。 1755年に大学を卒業し、ウースターで数年環境師の職を務めながら、その後の職業選択について考える時間を持った。何度も実行を重ねた後に弁護士になることを決断し、ウースターで著名な弁護士である、ジェームズ・パットナムの法律事務所で法律を学んだ。1758年に法廷弁護士として認められた。アダムズは幼少時から、 出来事の感想や人の印象を書き留める習慣を持っており、それはアダムズの日記の中に参見できる。そのやり方を弁護士としてうまく利用し、観察した多くの事件について書き留めていたので、それらを研究し、実行することができた。彼の書き留めたレポートの中で、最も初期のものは、マサチューセッツ最高裁判所におけるジェームズ・オーティスの援助令状の合法性に関する。 申し立てのものである。七百六十一年に起きた、この出来事は、アダムズに、アメリカの植民地に対する熱意を引き起こさせた。アダムズは年老いた後、この出来事を詳細に書き上げようと試みた。二十九歳の誕生日の五日前にあたる七百六十四年十月二十五日、マサチューセッツのウェーマスで、アダムズは三世代前からのいとこにあたり、改収派教会牧師。 ウィリアム・スミス氏の娘のアビゲール・スミスと結婚した。アダムズ夫妻の子供としては、アビゲール・アダムズ・スミス、後の大統領ジョン・クインシー、アダムズ、スザンナ、チャールズ・アダムズ、トマス・ボイルストーン・アダムズ、及びシザンだったエリザベスがいた。ジョン・アダムズは、彼のまだいとこ、サミュエル・アダムズのようなリーダーシップを備えてはいなかった。彼が出来事に影響を与えたのは、 本質的な弁護士としてであり、歴史上の先例の詳しい分析家としてであり、さらには、共和制主義の原理について深い法的知識と、系統があったことだった。アダムズは生まれついての喧嘩っ早さがその性歴で、制約になると思うことが多かった。彼は、弁護士業に、全身全霊を傾け、猛烈で果敢に従事した。しかし彼の虚栄心とプライド、闘争心は、 政治経歴における重大なハンディキャップとなった。これらの特質は後の期間、例えば大統領任期中に特に明示された。1765年印紙法への反対イギリスの議会がイギリス軍の戦争で負った負債とアメリカ植民地に軍隊を駐屯させておく費用とを賄わせるために1765年印紙法を植民地に押し付けたとき、アダムズは その反対者として、初めて著名なものになった。アダムズが後に述べているところでは、ボストンの牧師ジョナサン・メイヒューが、ローマ人への手紙第13を解釈して、暴動の原理を説明している説教を何度も出版されたもので、民衆の抵抗に火がつけられた。1765年、アダムズは、ブレイントリーの住人から、マサチューセッツ議会に送った、 大議員に当てて送られた指示書を寄稿した。この指示書は他の町がその大議員に送った指示書のモデルにされた。同年8月、アダムズはボストンガゼットが見に4つの著名な記事を匿名で寄稿した。この中でアダムズの先祖であるピューリタンがニューイングランドにもたらしたプロテスタントの概念と因子法に対する抵抗の裏にある概念との間には つながりがあることを示唆した。飲酒法に対する植民地の反対は、飲酒法があらゆるイギリス人に保障されており、あらゆる自由人が受けるに値する二つの基本権利をアメリカの植民地人から奪うことになるからであると説明した。すなわち同意によって課税される権利と対等な陪審員によって裁判を受ける権利である。ブレイントリー支持書は、 植民地の権利と自由の簡潔で率直な弁護であり、論文は政治教育における随筆だった。1765年12月、アダムズは知事や議員の前で演説を行い、マサチューセッツはイギリスの議会に代表を送っていないので、印紙法に同意していないという根拠で同法を無効と宣言した。ボストン虐殺事件1770年。 ボストンの街で起こった対立が、イギリス軍兵士による市民5人の殺害という結果に至り、ボストン虐殺事件と呼ばれるようになった。この事件に関与した兵士たちは逮捕され刑事告発を受けたが、法廷弁護士をなかなか見つけられなかった。最終的に兵士たちはアダムズに弁護を頼んだ。アダムズは自分の評判が傷つけられることを恐れたが弁護を引き受けた。 兵士たちのうち六人は無罪とされた。二人の兵士が民衆に直接発砲しており、殺人罪で起訴されたが、過失致死傷罪で有罪とされただけだった。歴史家のチナードによれば、兵士の一人、トマス・プレストン大尉が弁護料として象徴的な一義二を払い、この事件でアダムズが得た唯一の報酬になったと主張した。しかしデビット・マッカルーは、 そのアダムズに関する元気で、18ギニーの弁護料以外受け取っていないと述べている。アダムズ自身の日記でも、プレストンが頭金10ギニーを払い、後に8ギニーを払ったのが、私が14日ないし15日の労働に対して、受け取った金銭のすべてであり、私が弁護した中でも最も消耗し骨の折れる仕事だったと書いている。アダムズの心配にもかかわらず、 この裁判の準備を行っていた1770年6月には、マサチューセッツ議会の議員に選出された。イギリスの議会の権限に関する議論1772年、マサチューセッツ湾植民地総督のトマス・ハッチンソンは、自身と、判事たちは今後イギリス王室が、完全収入から、その給与を払うことにするので、マサチューセッツ議会から給与を払われる必要はないと、宣言した。 ボストンの急進派がこれに抗議し、アダムズにはその抗議を説明してくれるよう求めた。アダムズはマサチューセッツ議会からハッチンソン総徳にあてる二つの回答の中で、植民地人はイギリスの議会の主権下にあったことはないと主張した。植民地の当初の認可は国王その人のものであり、植民地人の忠誠は国王に対してのみである。 議会の主権と植民地の全敵独立との間に然るべき線が引かれなければ植民地は独立を選ぶ以外の選択肢がなくなると続けた。アダムズはニューイングランド、すなわちアメリカとの論争の歴史、当初の1754年から現在までの中でハッチンソンが植民地に対してイギリスの議会の絶対的権限を主張したことを 弁護するダニエル・レナードの数編の随筆を攻撃した。このニューイングランドの中でアダムズはレナードの随筆を一点一点反論し、イギリス帝国政策に対する植民地人による最も広範で造形の深い主張の一つを与えることになった。成分となっていないイギリス憲法についてその起源 性格及び法的権限を説明するのがアダムズの言った体系的試みだった。アダムズはイギリスと植民地の法制史に関する幅広い知識を活かし、植民地議会がその内部事情については全権限を持ち、植民地は国王を通じてのみイギリスとつながっていることを示した。マサチューセッツ湾植民地は1774年の 第一次大陸会議及び1775年から1777年の第二次大陸会議にアダムズを代議員として送った。1775年6月、植民地の統合を促進するという見解によって、バージニア植民地出身のジョージ・ワシントンをボストン周辺に集結していた軍隊の司令長官に指名した。大陸会議におけるアダムズの影響力は大きく、 ほぼその開始当初からイギリスとの恒久的な分離を求めた。アメリカの2000と切って大統領シリーズに使われた、ジョン・アダムズの肖像1776年5月15日、大陸会議は13ヶ月前の歴史ントンコンコードの戦いで始まった敵対関係が激しくなったことに対応し、植民地はそれぞれの憲法を確立し、独立した州の前身になることを奨励した。 独立した憲法を起草する決議は、アダムズが言っているように独立そのものだった。その後の10年間、あらゆる国から集まったアメリカ人が新しい統治のための文書を考案した。憲法を書くことが急進的であると同様に、1776年夏が明けた時のアメリカ政治思想の性格は同じくらい急進的だった。 政府に関する考え方各保の何人かの代表が新しい政府を形作ることについてアダムズに助言を求めた。アダムズは同じことを繰り返すのに飽きて1776年に小冊子政府に関する考え方を出版し、これがその後多くの国憲法を起草する際に影響を与えた。多くの歴史家は政府に関する考え方を 混合政府の古典的共和性理論を明確化したものとして読むべきと主張している。アダムズは、あらゆる政治社会に社会的階級が存在すること、及び良い政府はその現実を受け入れなければならないと主張した。アリストテレスに遡る、長い間、混合された体制が君主性、貴族性及び民主性をバランスさせ、すなわち、君主、 貴族と人民が秩序と自由を保つよう求められると主張した。アメリカ合衆国における共和主義を道具に使った愛国者たちはイギリスによるアメリカの自由に対する攻撃で罪があるのはイギリスの議会とアメリカに駐屯している邪悪で無法な貴族たちだと信じた。アダムズは他の者たちとは異なり共和制の定義はそれが意味するものよりもむしろその目的に関わると 考えた。政府に関する考え方の中で、共和制以外のい政府はない。イギリスの憲法の唯一価値があるところはそれであり、共和制の定義そのものが、法律の帝国であり、人の帝国ではないことだからであると記した。政府に関する考え方は、両院制を擁護し、単一議会は、個人の悪徳、愚かさ及び脆さを集めたものになりやすいからだとした。また、 行政府は、司法府と同様に独立であるべきと提案した。政府に関する考え方は、影響力が大きく、あらゆる国の憲法を起草する場で権威あるものとして、引用された。ジョン・トランブル描くアメリカ独立宣言では、大陸会議に独立宣言案を提出する5人、委員会が描かれている。アダムズは中央に立ち、手を腰に当てている。 アメリカ独立宣言七百七十六年六月七日、リチャード・ヘンリー・リーが提案し、これら植民地は自由で独立した国であり、そうなるべき権利があるとした独立決議案を、アダムズは支持し、七月二日に、大陸会議によって採択されるまで推進した。アダムズは、トーマス・ジェファーソン、ベンジャミン・フランクリン、ロバート・リビングストン及びロジャー・シャーマンと共に5人、委員会に指名され、 アメリカ独立宣言を起草した。この宣言は主にジェファーソンによって書かれたものではあるが、その採択に関する議論ではアダムズが前面に立った。長い年月の後にジェファーソンは、アダムズのことを会議場における支持者の柱であり、その最も有能な提案者かつ、それが遭遇した多種多様の攻撃に対する守護者だったと称賛した。 1776年8月27日のロングアイランドの戦いで大陸軍が敗北した後、イギリス軍の司令官、ウィリアム・ハウ将軍は第二次大陸会議に休戦を協議するための代表を派遣するよう要請した。この時の代表団にはアダムズとベンジャミン・フランクリンが含まれ、9月11日にニューヨーク港のスタテン島でハウと会ったが、そこでハウは 他の条件を議論する前に独立宣言を撤回するよう要求した。代表団はこれを拒否し、敵対関係が続いた。1777年、アダムズは戦争及び軍事品理事会など他の多くの重要な委員会の長として務めるために、マサチューセッツに最高裁判所の判事職を辞任した。大陸会議は、 新生官もない連邦の代表としてまず1777年、さらに1779年の二度アダムズをヨーロッパに派遣した。どちらの場合もアダムズは長男のジョン・クイーンシーを伴った。1778年2月15日には大陸海軍のフリーゲート艦アセスボストンでフランスに向かった。何度かイギリスの艦船に追跡されたこともあったが、 公開中に実際に戦闘になったのは、イギリスの試略船を無欠で捕獲した時だけだった。アダムズは、当時の外交用国際言語だったフランス語を話せなかったので、ある意味でに使わしくない人選だった。最初のヨーロッパ滞在は1778年4月1日から1779年6月17日までであり、ほとんどなす術もなく、 1779年8月初旬には、故郷のブレーエントリーに戻った。同年9月1日から10月30日の間は、サミュエル・アダムズやジェームズ・ボードウィンと共に、マサチューセッツ憲法を起草した。この9月にはフランスに戻るよう人選されており、マサチューセッツ憲法制定会議で結論が出た後の11月15日に、フランス海軍のフリーゲート感染シブルで、フランスに向かった。 この2回目の不妊でアダムズは、イギリスとの友好通商を交渉する任務のある、特命全権行使に指名された。しかし、フランス政府は、アダムズの指名を承認せず、その結果、フランス外務大臣、ベルジェンヌ博の強要により、ベンジャミン・フランクリン、トーマス・ジェファーソン、ジョン・ジェイおよびヘンリー・ローレンスがアダムズと協力するよう、指名された。ただし、ジェファーソンは、ヨーロッパに行かず、 ローレンスはオランダ駐在とされた。その結果、ジェイアダムズ及びフランクリンが交渉の任に当たった。ジェイとアダムズはフランクリンの発言を封じ、ベルジェンヌ博を信用しなかったので、フランスとは相談しないことにした。その代わりにイギリスの代理人と直接交渉した。アダムズはこの交渉を通じて、特にアメリカの大西洋岩の漁業権を認めさせる決断をしていた。 アメリカ代表団は有利な条約交渉を進めることができ、スペインに移譲される東フローリダと西フロリダを除いてミシシッピガマイ島のべての土地を確保することができた。この条約は1782年11月30日に調印された。これらの交渉が始まった後で、アダムズは当時の世界でも数少ない共和国の一つだったオランダ大使として、 いくらかの時間を費やした。1780年7月以前にローレンスに割り当てられていた任務を遂行するよう実験が与えられた。オランダのパトリオット指導者であるジョーン・マンデア・カペレントとデン・ポルの援助もあって、1782年4月19日にはハーグでアメリカ合衆国を独立した政府としてオランダに認めさせることに成功した。 このオランダ滞在の間にニコラース・ワンス・スタップ・ホルストやビルヘルム・ビリンクが手当てした500万ギルダー借款の交渉もした。1782年10月、アダムズはオランダと友好通商条約の交渉を行い、1778年のフランスとの条約に続いてアメリカ合衆国と外国との間に結ばれた2番目の条約となった。アダムズが オランダ滞在中に購入した家屋は世界中の外国の地にある最初のアメリカ合衆国が所有する大使館となった。1783年の2ヶ月間、アダムズはロンドンの旧新派出版社、ジョン・ストックデールのところに寄宿した。1784年と1785年、アダムズはアメリカ合衆国とプロイセンとの間のその後の 貿易関係を構築した者の,の一人となった。ハーグにいたプロイセンの大使フリードリヒビルヘルムフォンツレマイヤーが関与し、またパリにいたジェファーソンとフランクリンも関わった。1785年、アダムズは聖ジェームズ宮廷駐在初代アメリカ講師に指名された。その昔の主権国にいる間にイギリス国王ジョージ3世はアダムズが フランス政府に信用されていないことに気づいていると知らせてきた。アダムズはこれを認め、私は自分の国以外に何の愛着も持っていないことを陛下に明言するしかないと答えた。イギリス女王エリザベス2世は1976年7月7日にホワイトハウスでこのエピソードに触れ、次のように語った。アメリカの初代大使であるジョン・アダムズは私の先祖である ジョージ3世に、我々2国の国民の間に古い良き性格と古い良きユーモアを取り戻せるようにするのが望みだと言った。その回復は長い間になされ、言語、伝統及び人的結びつきがそれを維持してきた。ジョンとアビゲイルのアダムズ夫妻がロンドンにいる間に、イギリス宮廷の業種と敵意に悩まされ、ニューイントン、グリーンユニタリアン教会の牧師で、革命議論の先導者でもあった。 リチャード・プライスの助けを求めることで、できる限りの逃亡を選んだ。夫妻ともにプライスを大変崇拝し、アビゲールは、プライスやその弟子で、女性の権利の擁護の著者であるメアリウルストンクラフトの、教えを深く心に刻んだ。アダムズが、ロンドンで滞在したのは、クロブナスクエアに近い家屋であり、現在でも残っていて、記念する名盤が置かれている。 アダムズは1788年にアメリカ合衆国に戻り国内の政界に復帰した。1780年に批准され、その大半はアダムズが起草したマサチューセッツ憲法はアダムズの政治と社会に関する見解と密接に結びついて政府を構築していた。この憲法は特別の委員会で起草され、人民によって批准されたことでは最初の憲法だった。 また両院制の議会、明白で他とは異なる行政府及び独立した司法府があることでも最初のものだった。アダムズはロンドンにいた1787年にアメリカ諸法憲法要語論と題する著作を出版した。この中でチュルゴーなどヨーロッパの著作家が国家政府の枠組みに関する悪意について書いていることを批判した。チュルゴーは貴族性を欠く国は 両院正義会を持つ必要がないと主張していた。共和制政府はあらゆる権限を一局に国の中心に集めるものと考えた。アダムズはその著書で裕福で生まれが良く有能なものであれば上院で他のものとは別に置かれるべきであり、それで他のものが会員を支配することを妨げると提案した。歴史家のウッドは 合衆国憲法が批准される時までにアダムズは知性上不適切になっていたと主張した。この時までにアメリカの政治思想は10年以上にわたる活発で探究的な議論と経験に基づく圧力を形成することで変化し政府を社会的財産の鏡として理解する古典的政治概念を捨てていた。アメリカの新しい人民主権の考え方は人民全体を 領域内における権力の唯一の所有者として見ていた。政府のあらゆる役人は人民の権力のほんの一部を限られた時間のみで享受する。アダムズはこの概念を見失っており、古い政治家に固執し続けていることを示している。しかしウッドはアダムズによる共和国の特別な定義と人民によって批准された憲法への支持を見落としている。 また抑制と均衡についてのアダムズの信念を過小評価している。アダムズは権力は権力に対抗し利益は利益に対抗しなければならないと記しており、この考え方は後にジェームズ・マディソンの有名なザ・フェデラリスト第51編で新憲法下で連邦政府各府の権力を説明する際に待望は待望に対抗させるようにしなければならない。 という文章で再現された。アダムズは、その知的活動域の中で、抑制と均衡という概念を他の誰よりも持っていた。奴隷制について、アメリカ独立宣言は、後に第三代大,大統領になるトーマス・ジェファーソンが原文を起草し、当初の原文には、奴隷制反対の立場を明らかにする文言が盛り込まれていた。この扱いをめぐり、 建国の父の間で激しい議論が起きたが、その時に事態の収拾に動いたのがアダムズである。アダムズは建国の父たちに多かった奴隷制大農園主ではなかったが、13植民地の分裂を防ぐため、独立宣言の文章から奴隷制解放の部分の削除を行った。アダムズは奴隷を購入したことがないし、奴隷労働者を雇うことを原則的に拒否した。 妻のアビゲールは奴隷制に反対し、彼女の父が持っていた、家内奴隷二人よりも解放された黒人を採用した。アダムズは、マサチューセッツで奴隷を解放する、法案、独立戦争で黒人兵士を使うことに反対し、その問題を国内政治の場から遠ざけておくようにした。1789年の大統領選挙で、ワシントンが一般選挙では、何の異論もなく、 選挙人選挙でも69票を獲得したとき、アダムズは選挙人選挙で34票を得て2位になり、副大統領になった。アダムズは上院を再敗したが、1790年代初期の政界ではあまり重要な役割を果たせなかった。1792年の大統領選挙でも再選された。ワシントンはアダムズが副大統領として人気にある間に政治や 法律の問題でアダムズに意見を求めることは滅多になかった。ワシントン政権の1年目、アダムズは大統領の公式称号に関して1ヶ月に及ぶ上院での議論に深く巻き込まれた。最終的に決まった単純なアメリカ合衆国大統領よりも大統領閣下あるいは殿下という行々しい肩書きの方を好んだ。アダムズの姿勢の存在さは 彼が太り気味だったこととともに、肥満様というあだ名まで頂戴した。アダムズは上院議長として29回の決着票を投じた。これはこれまでの最多であり、2位に来るのはジョン・カルフーンが28回だった。アダムズの決着票は、非指名人の排除に関する大統領だけの権限を守り、また首都建設地の選定に影響を与えた。少なくとも1回は、 彼の反対した法案に反対票を投じるよう上院議員たちを説得し、またしばしば上院で手続きや政策に関して演説した。上院におけるアダムズの政治見解とその役割のために、ジョージ・ワシントン政権の批評家にとってはアダムズが当然の標的になった。最初の任期の終わり頃には手続きや政策を除いてアダムズを黙らせるような脅迫的決議案があった。 結果として、より自制するようになった。二つの政党が作られた時は、連邦党に参加したが、その勢力ある指導者であるアレクサンダー・ハミルトンとうまくいっていたわけではなかった。アダムズが年長であり、北部出身の大統領が望まれていたので、1796年の大統領選挙ではアダムズが連邦党の候補者に選ばれ、対抗する。 民主共和党の指導者であるトーマス・ジェファーソンと戦った。アダムズの成功は当時の平和と繁栄のおかげだった。ワシントンとハミルトンは1795年の J 条約でイギリスとの戦争を回避していた。アダムズの副大統領としての日期間は彼のような活発で指的でうぬぼれのあるものにはう憤んの積もるものだった。妻のアビゲールにはこの国は人が これまでに作り出したものあるいはその想像力で認識できたものの中でも最も取るに足りない役職を私に押し付けるという知恵を働かせた。と嘆いた。1796年の大統領選挙は第一政党制のもとで初めて争われたものとなった。アダムズは連邦党の候補者となり、サウスカロライナ州知事のトマス・ピンクニーも連邦党として立った。 連邦党はジェファーソンに行く票を潰す大統領候補としてアダムズを望んだ。連邦党員の大半はハミルトンの方を候補者にしたかった。ハミルトンとその追随者たちはアダムズを支持したが、わだかまりもあった。彼らはアダムズを二つの悪のうちでマシな方と考えた。しかし、ワシントンを成功に導いた真面目さや人気がないと考えており、 アダムズがあまりにうぬぼれが強く、意固地で、気まぐれで、かつ頑固で彼らの指示に従わないような事態を恐れた。アダムズの対抗馬はバージニア州出身で前国務長官のトーマス・ジェファーソンであり、ニューヨーク州出身の上院議員アーロンバーと共に民主共和党の候補者となった。アダムズは従来の監修を踏襲して選挙戦の間も、 マサチューセッツ州クイーンシーの自宅に泊まった。愚かで危険なゲームと呼ぶものからは離れていたいと考えた。しかし、連邦党はアダムズのために選挙運動を行い民主共和党はジェファーソンのための選挙戦を行った。アダムズはニューイングランドの票を支配すると予測され、一方ジェファーソンは南部州で勝利すると見られていた。 結果を見ると選挙人選挙ではアダムズは71票を獲得し68票を得たジェファーソンを僅差で破った。ジェファーソンは副大統領になった。大統領としてのアダムズはワシントンの路線を踏襲し大統領職を共和制の価値観の例とし、また市民道徳を強調したのでいかなるスキャンダルにも巻き込まれなかった。歴史家の中にはアダムズが 自分の息のかかった人物を投与する代わりに、ハミルトンが統制する以前の閣僚をそのまま使ったのが最大の誤りと考える者がおり、権力に関する策謀に不慣れだったゆえに、アダムズ自身が認めているようにまずい政治家だったということを肯定している。しかし、アダムズがワシントンの閣僚を使い続けたことは、秩序ある政権以上についての心配を緩和するために、 政治家らしい手段だったと考える、歴史家もいる。アダムズ自身が説明しているように、私は当時閣僚の誰についても特別な意義がなかったからだった。アダムズはその人気の大半をマサチューセッツ州の自宅で過ごし、二大政党の代行者が無視することのなかった利益供与や対話の詳細を無視していた。アダムズの闘争的精神は、 大統領としての作法に常に役立ったわけではなく、老年になって、アダムズ自身が認めているように、私は黙って苦しむのを拒んだ。ため息をつき、すすり泣き、またうめき声を上げ、時には金切り声を上げて叫んだ。また私は時として悪態をついたという恥と後悔も告白しなければならない。アダムズは、ワシントンの閣僚を引き継いだだけでなく、 ワシントン政権の主要な計画も継承した。アダムズが新しく大きな提案をすることはなかった。その経済政策はハミルトンのものの継承であり、ハミルトンは常に主要な閣僚、特に県政ある財務長官のオリバー・ウォルコット・ジュニアと相談していた。外交政策、アダムズの任期は外交政策とフランスとの限定された海洋戦争に関する 激しい議論に特徴がある。イギリスとフランスはナポレオン戦争による戦闘状態だった。ハミルトンと連邦党はイギリスの肩を持ち、ジェファーソンと民主共和党はフランスの肩を持っていた。アダムズが就任した時、ワシントンの政策であるフランスとイギリスの戦争からは局外にあることを踏襲する必要性を認識した。事実。 1795年の J 条約に関する激しい抗争は国を挙げての恒久的な党派構想となり、第一次政党システムが始まって、大半の選挙はこれが焦点に争われた。フランスはアメリカをイギリスの若いパートナーだと見て、イギリスと交易するアメリカの商線を捕まえ始め、世に言う疑似戦争となった。 どちらの国も公式に戦線布告したわけではなかったが、危険性は高く、連邦等は戦争に備えて国の再軍備を進め、おそらくは反戦論の民主共和党を抑えるためにも行動した。いかなる議論も始められていない前に、フランスが莫大な賄賂を要求した x y g 事件の屈辱によって、フランスとの全面戦争に移る脅威が増し、フランスには有効的だった。 ジェファーソン支持者たちを倒惑させた。疑似戦争と呼ばれるアメリカとフランスの戦線布告なき海洋戦争が1798年に勃発し、格段に勢力があり強力なフランス軍による侵略の可能性が生じた。連邦党は軍隊を構築して、ワシントンをその長に戻し、ハミルトンを軍隊の指導者とした。アダムズは海軍を再構築し、 アセスコンスティチューションなど6隻の快速かつ強力なフリーゲート艦を建造させた。これらの費用を賄うために議会は増税もした。大統領1ドル高価のうちジョン・アダムズの物外国人治安処方議会における連邦等は外国人治安処方で政敵を破り、これにはアダムズが1799年に署名した。 これらの法は以下の4つの異なる法で構成されている。これら4つの法は民主共和党の反対を抑圧するために成立した。帰化法は外国で生まれたものをアメリカ人として帰化させるための年限を14年間に変更した。移民の大半は民主共和党に投票していたので、この法の成立は民主共和党に投票する者の,の比率を減らせると考えた。 外国人法と敵対的外国人法は、この国にとって危険であると大統領が考える、外国人を国外退去させる権限を大統領に与えた。治安法は政府あるいはその役人に対して、偽りで、抽象的でかつ悪意ある書物を出版することを犯罪とした。刑罰には2年、ないし5年間の習慣と2000ドルなし5000ドルの過料があった。 アダムズはこれらの法を考案したり、促進したりしたのではなかったが、それらに署名して成案させた。これらの法、及び連邦党員によって、多くの新聞編集者や連邦議会議員一人に、対する注目を浴びる告発があったことで、多くの議論を呼んだ。歴史家の中にはこの外国人、治安処方が、滅多に執行されることはなかったと指摘する者がいる。 この処方の下でわずか10人が有罪とされ、アダムズが国外退去命令書に署名することはなかった。外国人治安処方に関する騒動は民主共和党によって書き立てられたものだった。しかし他の歴史家はこの処方がその発端から高度に議論を呼ぶものであり、多くの外国人をして自発的に退去させ、連邦議会の議場であっても連邦党に対抗する。 ことが告発につながり得るという雰囲気を醸成たことを強調している。1800年の大統領選挙は、辛辣で一式触発の争いになり、両党ともに、お互いの党とその政策に関する恐怖を課題に表現した。軍隊軍隊の問題に関しては、連邦党の中に深い亀裂が生まれた。アダムズは、ワシントンを、 新しい軍隊の指揮官に指名するしかなく、ワシントンはハミルトンをその副司令官にすることを要求した。アダムズはこれをしぶしぶ承認した。少々であるハミルトンが実質的に陸軍省を統制した。アダムズとハイフェデラリストとの間の規律が広くなった。ハイフェデラリストは1798年の重要法案についてアダムズに相談するのを拒んだ。 彼らはアダムズの要求する防衛手段を変更し、ハミルトンが軍隊を統制することを要求し、さらにアーロンバーのような民主共和党の重要人物に軍隊の上級職を与える必要性を否定した。ハイフェデラリストは大規模な常備軍を作ることで大衆に警告を与え、民主共和党の思う壺にはまった。彼らはアダムズとその大きな個人的追随者と疎遠にもなった。 連邦等を自分たちの道具とする禁止眼的見方をし国全体をまとめてフランスとの戦争に直面する必要性を無視した。アダムズは長期間マサチューセッツ州の自宅に引きこもった。1799年2月、アダムズは外交官のウィリアム・バンスマレーを平和施設としてフランスに派遣することで国内を驚かせた。ナポレオン・ボナパルトは アメリカ合衆国の敵意が何の利益にもつながらないことを認識し、友好的な関係を作る用意があることを伝えてきた。ワシントンがその石別の言葉で忠告していたように、1778年の同盟条約は破棄され、アメリカ合衆国は外国との関わりで自由な立場だった。アダムズは戦争を回避したが、その過程で自分の党を分裂させた。 ジョン・マーシャルを国務長官に起用し、緊急動員した軍隊を解散させた。フリースの反乱新しい軍隊の費用を賄うために、連邦議会は新しい資産税である1798年の直接税を課した。これは、そのような連邦税としては最初で最後のものだった。納税者は起こり、ペンシルベニア州南東部のドイツ語を話す納夫たちの間では、 これがその共和制の自由と教会に対する脅威とみて抗議し無欠ではあるがフリースの反乱が最大の抵抗となった。1800年の大統領選挙1799年にワシントンが死ぬと連邦党はその象徴であり団結させていた人物を失ったことで力が弱まった。1800年アメリカ合衆国大統領選挙では アダムズとその仲間の連邦党候補者であるチャールズ・コーツ・アース・ピンクニーがジェファーソンとバーという民主共和党の組み合わせと対抗した。ハミルトンはピンクニーが大統領になるチャンスを後押しすることを期待してアダムズの選挙運動は邪魔する方に熱心だった。結局アダムズは選挙人選挙で65票対73票でジェファーソンに敗れた。 ニューヨーク州が結果を決定づける投票となった。アダムズは民主共和党のよりマシな組織と連邦党の分裂のために敗れた。さらに外国人、治安処方を大衆が認めなかったこと、対抗馬であるジェファーソンの人気、及びアーロンバーがニューヨーク州で効果的な政治捜査工作を行ったことも結果を左右した。ニューヨーク州議会は バーの政治マシンによって支配されたニューヨーク市のいくつかの区を地盤に連邦党から民主共和党へ票を移させた。1800年11月1日からアダムズの任期の最後の数ヶ月は首都ワシントン DC とまだ完成はしていないホワイトハウスで政務を行った最初の大統領になった。ホワイトハウスに移り住んだ際、この屋根の下に統治する者は ただ誠実なる賢者のみであるという文章を書き記した。真夜中の判定アダムズがレームダックとなっていた議会の会期で1801年の司法権法が成立し、連邦地区裁判所と最高裁判所の間に連邦公訴裁判所を創設した。その任期が終わるまでにこの法で作られた裁判官職を真夜中の判定と呼ばれる人事で埋めた。その大半は、 任期の終わる前の数日間で公式に指名されたので、この名がある。ジェファーソンとその支持者たちは1802年の司法憲法を成立させて、1801年の法によって創設された裁判所を廃止し、それ以前の連邦裁判所の形に戻したので、指名された判事の大半は正式にその職に就くことはなかった。アダムズの最も大きな遺産は、 健康を害して辞任したオリバー・エルスワース最高裁判所長官の後任にジョン・マーシャルを指名したことだった。マーシャルは合衆国憲法に実行を重ね、丁寧に国家的解釈を行い、司法府を行政府や立法府と対等な立場のものとして確立したので、その長い任期は連邦等の影響を長く続かせることになった。大統領としての主要な 業績演説就任演説一般教書、演説大統領顧問団指名した最高裁判所、ハンジ・ジョン・アダムズが89歳に近い時、息子のジョン・クイン・シー・アダムズの要請に応えて、最後の肖像画を描かせた。ギルバート・スチュアートが1823年制作、アダムズは1800年の選挙で敗れた後に、私的生活に戻った。その職を去る時は塞ぎ込み、 ジェファーソンの就任式にも出なかったので、公認の就任式に出なかった4人の大統領の1人となった。引き継ぎの時にジェファーソンと交わした書面によれば、後の学者たちが言っているような敵意や恨みを感じてはいなかったことを示唆している。息子のチャールズ・アダムズの死による悲しみと、数ヶ月前にマサチューセッツに帰っていた妻のアビゲールと早く一緒に、 なりたかったこととで、ジェファーソンの就任式前に、ワシントンを離れた。アダムズは、クイーンシーの街に近いピースフィールドの自宅で農業を、再開した。クイーンシーは、アダムズの生誕地であるブレーントリーを吸収していた。アダムズは自助伝を書き始め、ベンジャミン・ウォーターハウスや、ベンジャミン・ラッシュといった旧友との文通を再開した。また古い家族付き合いであるマーシー・オーティス・ウォーレンとの、 苦しく恨みがましい文通も再開し、彼女が1805年に出したアメリカ独立、戦争史でいかに、アダムズの政治的信念を疑画化し、国に対する貢献について、事実を曲げて伝えているとして抗議した。ジェファーソンが2期を務めて1809年に、公的生活から引退した後、アダムズは発言するようになった。3年間の間に、 ボストンパトリオットが見に一連の文章を掲載し、1800年にハミルトンがアダムズの行動や性格を攻撃したパンフレットに対する長く一行一行の反論を行った。ハミルトンは1804年にアーロンバートの悪名、高い血統で受けた傷が元で死んでいたが、ニューヨーク囚人の激しい攻撃に対抗して自分を正当化しておく必要を感じた。 1812年初期にアダムズは、ジェファーソンと和解した。双方の友人で、アメリカ独立宣言に署名した仲間でもある、ベンジャミン・ラッシュが双方と文通を続けており、互いに歩み寄るよう奨励した。アダムズはジェファーソンに完結で、友好的な手紙に、二つの手作り品すなわちジョン、クインシー・アダムズによる、修士学に関する講演集二巻を添えて送った。 ジェファーソンは即座に温かく友好的な手紙を返し、手紙による友人関係を復活させた。1812年に再開されたこの文通は二人の修正続き、その後はアメリカ文学の偉大な遺産と記念碑に加えられた。二人の手紙は二人の大統領と独立の指導者の事態と精神双方に関する洞察力に富んでいた。 その文通は14年間続き、全部で158通に達した。二人が自然的貴族政治について議論したのもこの時期だった。ジェファーソンは自然的貴族政治を私は社会の指導、信用及び政府にとって最も貴重な自然の贈り物と考える。実にそれは人を社会的な状態に作り上げることには矛盾しており、 社会の関心事をどうにかしていくだけの美徳も知恵も供給はしないであろう。政府の形態はこれら自然の貴族を政府の役職に純粋に選出するために最も効果的に機能するのが最善であるというまでもないだろう。と言った。アダムズはそれらの人々がそれほどはっきりしているのならば、あなたの言う自然的貴族性と人工的貴族性の間の区別はうまく、 基礎を置かれていないなように見える生まれと富は生まれつきの天才、強さあるいは美しさと同じくらい傲慢に少数のものに集中される。貴族性が人間の法律と名誉によって設立されるとき、富と力は自治的法律と政治的制度によって送電され、そうなれば私は人工的貴族性が始まるのを認める。と考えた。運命は 真の知恵や美徳を備えたものよりも理性を備えたものに影響を与えるというのは常に当てはまるとアダムズは主張した。それが自然のものであればそのような才能は生まれつきであると考えた。それゆえに良い政府はその現実に責任を取らなければならないと考えた。ジョン・アダムズが死ぬ16ヶ月前にジョン・クイーンシー・アダムズが第6代アメリカ合衆国大統領となった。 親子で大統領となったのは、その後2001年のジョージ・ W ・ブブッシュまでなかった。アダムズの娘、アビゲール・ナビーは、アメリカ合衆国会議員のウィリアム・スティーブン・スミスと結婚したが、結婚に失敗して、両親の家に戻ってきた。ナビーは1813年に、肺がんのために死んだ。息子のチャールズは1800年に、アルコール依存症で死んだ。 妻のアビゲイルは1818 18年10月28日に、チョーチフスで死んだ。アダムズがその名を終えるまでの間は、息子のトマスとその家族が、ジョン・アダムズや、ルイーザ・スミスと共に暮らした。ジョン・アダムズの墓とジョン・クイーンシー・アダムズやその妻たちの墓、マサチューセッツ州クイーンシーの統合第一、教区教会地下にある。 家族墓地ジョン・アダムズは死ぬ1ヶ月足らず前にアメリカ合衆国の宿命について声明を発表した。これについてジョイ・ハキムのような歴史家たちは合衆国市民に対する警告として特徴を付けてきた。アダムズの声明は次のようなものだった。アメリカ合衆国の独立から50周年を迎える、その日に喜びと祝典及びおごそかな任務の中でお祝いを言いたい。 人類の歴史の中で記念すべき出来事が今後最も輝かしいページになるか最も黒いページになるかは来たるべき時に人の心によって形作られる政治的制度を利用するかあるいは悪用するかにかかっている。1826年7月4日、この日がアメリカ独立宣言の採択から50周年だったが、アダムズはクイーンシーの自宅で死んだ。偉大な日だ。 良き日だとはっきり言ったのが7月4日だとされている。最後の言葉はアダムズの死後もトーマス・ジェファーソンが生き残ると報告されてきた。しかしトーマス・ジェファーソンがだけがはっきりと聞き取れた。アダムズはアメリカ独立の時の仲間で偉大な性敵、かつその後の友人で文通相手でもあったジェファーソンがまさに同じ日の数時間前に死んだことを知らなかった。 それから間もなくして息も、絶え絶えの中で、孫娘のスザンナに、助けてくれ子供よ。助けてくれ。と囁き、こと切れた。6時20分頃だった。この時点で、アメリカ独立宣言に署名したもので、生存しているのは、キャロルトンのチャールズ・キャロルただ一人となった。アダムズの墓所は、クインシーの統合第一教区教会地下にある。当初教会とは、道路向かいにある。 ハンコック墓地に埋葬されていた。アダムズは大統領経験者として90年247日を生きたという最長記録は長い間破られなかった。2004年にロナルド・レーガンがその後にジェラルド・アル・フォードの二人の大統領が長生きしてその記録を破った。さらに2015年10月時点で存命のジョージ・ H.W. ブッシュとジミー・カーターもすでに アダムズ死去時の年齢を超えているため、アダムズは現在第5位である。アダムズは改収派協会員として育てられたが、ボストン周辺の改収派協会員の大半がユニテリアンに転校した時に、アダムズもユニテリアンになった。理心論の影響が増した時に、ハーバード大学で教育を受けており、その演説や書き物には理心論の用語を使った。 基本的に創造神を信じたが、キリストの神聖すなわち神が人事に介入するとは信じなかった。また、教会の通常の礼拝は人の道徳観に有益と考えた。ロバート・エヴァレットは、アダムズが一般的な感覚の合理性に基づいて宗教のために奮類したと結論付け、宗教は完全なるものに変化し発展しなければならないと主張した。 ハワード・フィールディングはアダムズがその信念をピューリタン、理神論者及び人道主義者と同化したことを示している。アダムズはキリスト教信仰はかつて新鮮な啓示だったが、当時は迷信、詐欺行為及び無切操なものによる権力の追求の道具になってきたと考えた。統合第一教区教会アダムズは同時大臣の多くと同様に、 ローマカトリック教会によって作られた普遍的権威という主張を批判した。1796年、アダムズは性的トマス・ペインのキリスト教会批判を非難して、キリスト教は古代から現代まで行き渡りあるいは存在したあらゆる宗教の上にあり、知恵、徳、平等と人道主義の宗教である。悪党のペインには言いたいことを言わせておけばよい。と言った。 ユニテリアン・ユニバーサリスト歴史協会がアダムズの宗教観について情報を提供している。私はあらゆる国であらゆる会派と共に大衆礼拝に出席し、無宗教よりはるかに良いものだと信じる。ただし、私が耳にしたことすべてを信じなければならないとは思わなかった。というアダムズからユニバーサリスト思想の初期推進者である。 ベンジャミン・ラッシュに宛てた手紙を引用している。同協会は、トーマス・ジェファーソンとの多くの苦い清掃の後で、ラッシュが1812年に旧友とアダムズを和解させたかについても言及している。その結果は、哲学や宗教など多くの話題に関するアダムズと、ジェファーソンの文通になった。この対話の中で、アダムズはジェファーソンに、10回と山上の水君には、 私の心情が含まれていると告げた。アダムズは別の手紙で、宇宙の作り主に対する私の崇拝は、大変豊かで、大変誠実なものである。神の愛と、その創造。私自身の存在における喜び、楽しみ、勝利、精神的公用と、宇宙における原始、分子構造が私の宗教である。と書いて、神への心からの献身を表した。 さらにアダムズはそのユニバーサリストに対する共感を表すことで、伝統的なキリスト教教義への拒絶、及びそのような教義を受け入れないために、真のキリスト教徒であるという指論に展開した。吠えろ、うなれ、噛みつけ、カルビン主義者よ。アタナシウス派の者よ。望むなら言うがいい。私は、キリスト教徒ではないと。私は、あなた方が、キリスト教徒ではないとよう。 それで証言がバランスする。私は、あなた方の中の正直なものべてが私の言葉の意味で、キリスト教徒であると信じる。同教会は、アダムズが伝統的キリスト教教義である三位一体説や予定説を拒否し、天上の対話すなわち神からのお告げに対する人の理解と人の意識を同一視したことを示している。またアダムズが死後の世界を強く信じていたこと、 すなわち、あなたはその作り主に対して恥じるかもしれないと説明していることも示している。ありがとうございます。